サンシャインチャンネルのひとみです。今日はサンシャインスクールソープカービングレッスン97番目のデザインを仕上げていきたいと思います。サンシャインスクールソープカービングレッスン97番目のデザインを仕上げていきます。石鹸のロゴを切り取ります。今回はこの中心にお花を掘っていって、周りにデザインを仕上げていきますけれど、お花は何でもいいのですが、一番人気のバラの花を掘っていきたいと思います。まずバラの花を掘るのに花芯用リングを使います。一番小さいものから2番目の大きさの花芯用リングを使います。石鹸の中心にリングを置きます。親指で均等に中に押し込みます。上に引き上げます。これで90度の切り込みが入っているので、ナイフを少し寝せて面取りをします。外側の面取りが終わったら内側の面取りをします。内側の花びらから作っていきます。1周5枚の花びらでまとめます。まず1枚目の花びらを作ります。ナイフを少し内側に倒して面取りをします。角張ったところを少し取ります。花びらの下の部分から2枚目の花びらを出します。内側を面取りします。2枚目の花びらの少し下のところから重なるように3枚目の花びらを作ります。内側を取ります。3枚目の花びらから重ね合わせるように4枚目の花びらを作ります。内側の面取りをします。4枚目の花びらの下から一番最初の花びらのところにつなげます。内側の面取りをします。一回ここで内側を丸く整えます。花びらと花びらの間に花びらを作っていきます。2段目も5枚1セットで作っていきます。花びらが内側から重なるようなイメージで作っていきます。5枚目の花びらを一番最初の花びらにくっつけます。内側を丸く整えます。3段目も5枚1組で作っていきます。花びらを重ねるように5枚作って内側の面取りをしていきます。5枚1セットで内側の花びらが作れたら、今度は外側に花びらを作っていきます。花びらと花びらの間に1段目の1枚目の花びらを作ります。後ろの面取りをします。面取りをしたところの角張ったところを少し取って、花びらの後ろから2枚目の花びらをつなげて作ります。後ろの面取りをします。3枚目の花びらを2枚目の花びらの後ろから出していきます。後ろの面取りをします。4枚目の花びらを3枚目の花びらの後ろから出します。面取りをします。最後は一番最初の花びらの後ろにもう1枚重ねます。はい、外1段がこれで終了です。もう1段花びらを作っていくので、少し周りを
削っていきます。花びらと花びらの間に1枚目の花びらを作ります。後ろの面取りをします。1枚目の花びらの後ろから2番目の花びらを作ります。後ろの面取りをします。3枚目も同じように2枚目の花びらの後ろから花びらを作ります。後ろの面取りをします。4枚目は3枚目の後ろから出します。後ろの面取りをします。5枚目は一番最初に作った花びらの下に4枚目の花びらの下からつなげます。そして面取りをします。この周りにレースを入れていくので、同じ深さで同じ長さで面取りをしていきます。円周が同じようになるようにきれいにします。バラの周りにレースを作っていきます。ナイフの先端が中心を向くような感じでレースを入れていきます。一周したらこのレースの下の面取りをします。今回のデザインで97番目のデザインになりますが、最初の基礎から続けてみたい方はこのチャンネルのトップページに行くと再生リストという項目がありますので、その再生リストを知っていただくと基礎の1番から今回の97番目までいっぺんに見ることができます。よかったら再生リストの方から覗いてみてください。面取りが終わったらこの後ろにもう一段重ねるようにレースを入れていきます。ナイフの刃先が中心に向くように少しずらしてレースを入れていきます。レースで一周したらその下を面取りをします。面取りが終わったらこのレースのとこからこの横のところまでハートの模様を作っていくので、幅を広げるように面取りをします。平らにできたら4等分の印を入れます。等分に入れたところを丸く雫型にくぼませます。4箇所くぼませたらここでくぼみに合わせてカットします。カットしたら面取りをするときに少しハート型になるように面取りをします。下は薄く上の方は少し丸くなるようにハートの形に近づけるように面取りをします。
今度はなみなみギザギザでハートを作っていきます。その下を面取りをします。同じように反対側もなみなみで小さなハートを作っていきます。後ろの面取りをします。同じように4個作ります。ちっちゃなハートを作るようなイメージです。後ろの面取りをします。なみなみギザギザでちっちゃなハートを作ります。後ろの面取りをします。ちっちゃなハートができたら、これにかぶせるようにもう一枚ハートを作っていきます。なみなみギザギザで作ります。後ろの面取りをします。こんな感じでハートの枠ができたら、あと一段同じように上からかぶせるように大きくハートの形を作ります。後ろの面取りをします。3段目で大きなハートの形をまとめます。ハートができたら、ここの間を滑らかにしていきます。滑らかに整えたら、ここの間にハートの透かしを彫っていきます。フリーハンドでハートを描きます。ナイフは90度、設計に向けて90度です。でハートの周りに切り込みを入れます。切り込みを入れたら、その切り込みを入れた下からこのハートを抜いていきます。ナイフは90度にハートの形を描きます。ハートの形にカットします。下からハートを抜きます。かなり深めにハートは作っておかないと、後で切り込みを入れる時に抜けなかったりするので、深く入れておいた方がいいと思います。
下側からハートを抜きます。ハートの形を作ります。下からハートを抜きます。こんな感じで出来上がりです。いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。